はい、じゃあ今日はキーパーの練習をやっていきたいと思います。アップから、横跳びの跳び方まで、いろいろやっていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。じゃあ最初はちょっとアップとしてボールを2つ使います。そして、ボールフィーリングとして両方の手でドリブルしていきます。これが何回できるかちょっと勝負したいと思います。じゃあまずコーチからいきますよ。はい、じゃあいきます。じゃあ何回いけるか、50くらいやっといたんで。バスケ部、さあ誰がこの記録を超えることができるか。コーチバスケ部ですか。はい、じゃあまずはソータロから。ちょっと俺、はい、はい、行きます。はい、ほら、はい、一発本番だからな。はい、行くよ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10回。はい、次1手。さあ本命が現れました。さあ何回果たしてできるか。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33。あーっと33回で分解しました。ボールが爆発しました。さあ33回を直樹選手超えることができるか。はい、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34。何回転してんだよ。はい、35回。さあ今のところ子供チームは直樹が勝利。イエーイ。じゃあ今度はキャッチボールをやっていきます。でキャッチの基本姿勢、取る時の基本姿勢を横で挟まない、しっかり、三角形を見せて取ってください。いいですね。じゃあちょっとやっていきますよ。はい、高すぎ。はい、あと足がこうならないようにどっちにでも行けるように、横でスタンスを取ってください。こういう感じの取り方だとこっち来ちゃうと反応できないんです。はい、行くよ、もう一回行くよ。はい、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 っていう感じです。じゃあ今度は下からキャッチをしていきましょう、ね、アンダーでキャッチをしていきます。いくよ、よい、ちょっと低め、はい、もっと強く、はい、って言ったようにしっかり体で包み込むような感じです。これも、なんて言えばいいの、体が先にボンって当たってしまうとうまくキャッチができないのでしっかり包み込むようにキャッチしてください。ゴロボールをちょっとキャッチしていきたいと思います。いいですね。じゃあ姿勢はちょっと膝を落として、ね、そうそうそう、はい、いきますよ、よーい、はい、軸がぶれないようにやってる。そうそう、はい、じゃあ次直す。
膝はつかなくてもいいよ。最初から構えるな。来た時に構える。最初から構えないで来た時に。そうそう。はい。今みたいにゆっくりしたボールでいいから、まずは姿勢を、いい姿勢で取れるように練習していきましょう。はい。じゃあ今度は正面にこうボールを迎えに行く。キーパーがこう手だけでキャッチするんじゃなくて、こぼれてもちゃんと体が残ってるように、ね、体の中心で余裕のあるときはキャッチしたいと思います。で、行くよ。はい。そう。はい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 。そう。正面入ってね。はい。はい。OK。はい、じゃあ今度直樹。はい、行くよ。はい、動く。そう。はい、動く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 。なんで手がこうなってるから、そうじゃなくて、こう。はい、そう、はい、はい、ほら、横伝びになるな。ちゃんと片手、この形、この形、はい、この形、この形、はい、ほら、こうなってる、こうなってる、そうじゃない、こっち側、ちょっとやってみ、コーチがやってあげるから、こう。こうなってましたね、今ちょっとこうなって、だからポロっていっちゃったから、しっかりね、キーフローを自分側の方にやってみましょう。じゃあ今度は、横跳びの飛び込む練習をしたいと思います。ボールをちょっと遠めに置きます。そして体を低くして遠くのボールをキャッチ。そして反対にすぐ立って、反対もこんな感じです。で、飛び込むときは手からつかないように、少し、体の横の部分をつくようにして、ね、体の横の部分ついてキャッチできるようにしてください、ね。で、後ろに飛ぶっていう感じじゃなくて、少し斜め前っていうような感じで、斜め前に横の部分から頭がこうならないように、頭打ったら大変なんで、頭残してこの状態を作ってください。いいですね。足は少し浮いちゃってもいいです、ね。で、こっちも、ね、じゃあちょっとやっていきましょう。はい、よいの、はい、答えでいこうね。はい、よーい、スタート。はい、すぐ。はい、いいね。はい、すぐ。はい、はい、すぐ。はい、すぐ。なんかボール近くなってね。ボール近くなってるぞ。気をつけろ。はい、オッケー、次の人。ボールちょっと離しとけ。ちょっと離れてるぐらいのがやりやすいよ。うん、はい、いいよ。はい、よーい、ドン。はい、1、はい、2、はい、3、はい、C、 ちょっと透明にしとけ。はい、5、あ、いいぞいいぞ。さあ、追いつくか。はい、6、はい、7、はい、あと3本。はい、8、はい、はい、9、はい、9、早く早く立って。はい、ラスト、はい、ラストここまで来て。はい、 OK。 はい、次の人。どう、つらい、つらいね。はい、いい練習だ。じゃあ、はい、じゃあ今度はね、実際に転がしたボールで、横跳び止めていきたいと思います。よー、姿勢低くね。はい、1本。右手が出てないと止められないよ。しかも戻ってきてないぞ。はい、よー、はい、2本。肘つかない。ここ、背中と、そう、ここの痛くないところ、肘ついちゃってんじゃん、さっき。肘つかないで、このままこう、そう、そう、で、頭はちゃんと残す。はい、3本。まだ手からいっちゃってるよ。はい、4本。そう、そこ最終的に肩のところ。はい、5本。背中のところ6本。ちょっと形しっかりいくよ。はい、7本。
さあ、じゃあ最後はあれで遊んでいくか。 あれどこ行った、誰か持って、あれどこ行った、あったあったあった、はい、これなんていうボールだっけ、ちょっとじゃあそこに立って、じゃあさっきみたいに三角形、まず転がせば、転がすで、ちょっとじゃあ直樹そこ、はい、じゃあ最後はなんだっけ、リフレックスボール、リフレックスボール、合ってる、はい、じゃあ最後はリフレックスボールを使って、少しイレギュラーに対応するような練習をしていきたいと思います。イレギュラーっていうのは変なバウンドのことです。いいですね、はい、じゃあ転がして、キャッチできなかったら腕立て5回な、はい、行くよ、よーいスタート。さあどんな、おーっとセーフ、おーっとセーフ、おーっとセーフ、おーセーフ、いいね、いいよ、ああこれはナイスキャッチ、今日練習したことが少し出てきましたね。おーっと難しいボール、うまくキャッチしました、おーっと、あーやってしまった、あとで腕立て5回のさあキャッチできるか、お、いいね、おーっとこれは難しい、今のは腕立て5回、あとでなんかこけてる、さああとは1手だけだ、さあ1手はどうだ、おおナイスキャッチ、ナイスキャッチ、おーセーフ、セーフ、おいいよ、いいですね、あ腰が高いぞ、腰低くね、はい、総太郎も腰低く、そう上手、おっと、あーっとこぼしてしまった、ピピー、はーい、じゃあ、今日はね、キーパーの練習を結構時間取ってね、やってきました。で、まあ3人いてコーチ1人に対して3人だったけど、まあ20分ぐらいやったら結構疲れたな。まあ結構疲れるメニューもあるんで、まあ、あと基本的にキーパーはこう転んだ後にすぐ起き上がるみたいな、そういう力が、絶対必要だから、練習メニューの中にそういうのを取り入れていくといいんじゃないかなと思います。あとはキャッチングに関しては練習していけば、何回も何回もやっていけば、だんだん身についてくるものなので、これは繰り返しなのかなと思います。まあ、またこのキーパーが揃った時に練習しましょう。オッケーね。楽しかった今日。はい。あ、オッケー。またやりたい。はい。オッケー。ね、あとねこれね、一瀬くんが持ってきてくれたんで、これもまた使ってね練習していきましょう。以上です。ありがとうございました。バイバーイ。今からシュート練をしてコーチがキーパーをやって、コーチが2点取られたら交代します。2点取られるまでに何本止めれるか。ちょっと頑張っていきたいと思います。17、18、
ゆうき20、21、22、23、24、25です。記録25本でした。頑張りましたが、ダメでした。OK です。じゃあお疲れ様です。